どうも、影です。今日はですね、えー、全てが大切、えー、全てを、えー、よくしていこうということについて僕の考えを、えー、お話ししたいかなというふうに思いますその人生というかね、えー、生活というかその自分のその人間っていうのはね、えー、全てが大切、えー、例えば健康であったりとか、えー、人間関係であったり でお金のことまあ、仕事のこととかですねあと自分の時間のことであったりとかそういうことがいろいろあると思うんですよね。でそのことであの全てが大切というふうに思う例えば健康だけをこう集中して良くしていって他は何もしないっていうのではダメでですね、えー あの人間関係も良くするようにしたりとかですね仕事のこともどうしていくかとかいう風うにね。あの全てをこう良くするっていう考えが大切やと思います。でもですね。あの、その土台となるのが健康ですね。で、健康が土台となるんで、まず健康を。 良、えー、くするっていうことを、えー、身につけながら、えー、健康になる行動をしながら、えー、人間関係を良くすることをしたりとか、えー、仕事をどうするかとかですね、えー、自分の時間をどう使うかとかですねそういうことを考えていくんですねねで、あのー、1週間に1回、ねえー、自分のことをね。 えー、見つめ直し,てほしいんですよね見つめ直すというか考える時間をね、えー、作ってもらいたいかなというふうに思うんですね。で自分の時間を作ってですね、えー、自分の健康は今どういう状態かと。 でそのためにどういう行動をしたらいいかとか例えば人間関係であれば、えー、どういう人と付き合いたいかとかどういう状態になりたいかそのためにどういうことを自分がしたらいいのかで仕事についてもでもですね将来的にどういう仕事をこうしていきたいのかどういう働き方を自分はしたいのかっていうことをね、えー、心に、えー、問いかけるというかそのしっかりとね自分の本心をね、えー、見つめてですねでその方向 へ向かうようよに持っていくとでそのためには健康が土台で健康をしっかりと整えていきながら人間関係のことをやったりとかお金のこと仕事のこと自分の時間のことっていうことを考えてどうしたらいいかっていうのを全てをよくしようという考えですねそういうふうに持っていくことがですね大事であってですね一つにこう 一つを集中して良くしようとするのではなくね、すてをバランスよくしていこうとするっていう考え方が大切やと思います。だから一つを片その一個だけをね良くしようっていうのはね、なかなかその全部が充実したね生活が遅れなく遅れなくなるかちょっとは良くなったりするんですが悪くなることもあるっていうこともあるんでね、あのすてをねバランスよく あのー、改善してですね改善ゆか努力をするんですねでそういうことをして、あのー、人生をねより良くしていきましょうこれは僕にも言えることですね僕もだから1週間に1回は考えるようにしたいと思ってます。えー、考えない ちょっと考えるときもあるんですけども、なかなかその考える余裕がなかったりするんでね、えー、しっかり自分の課題でもありますね。えー、しっかり考えて人生を歩んでいきたいと思っております。えー、あなたもね、えー、人生をより良くしていきましょう。ということで、今日の動画は以上となります。ありがとうございます。